ゆで太郎、至高の薬味そば、桜エビのかき揚げ乗せました。今日もやってきました、ゆで太郎。何食べようかな。何？残り28。よっしゃ、あれ行くか。季節のかき揚げに薬味そばで、薬味そば、鬼おろし、季節の掛け、三陸わかめでいきます。まずはゆで太郎日和さん直伝の紅生姜を忘れてはいけません。天かすも増量、ごまも忘れてはいけません。そして着陸、こんな感じです。ぐるっと回してかき揚げ乗せます。おろしかけます。わかめ忘れてたんでもらってきました。そしてわさび2つ。完成です。食べていきます。で、まずはナスですね。ナスが美味しいんですよね、薬味そばは。で、まずはね、おろしの辺を混ぜていただきます。なんかね、おろし入れたらなんか薄なるんちゃうかっていう声もあるんですけど、私ちょっと薄いぐらいが好きなんですよね。そばがね、シャキッとして美味しいですね。紅生姜もさっぱりします。で、かき揚げを割っていきます。なんかちょっともたついてます。えらいもたついてます。まあ残り28のうちの一つをね、食ってしまいました。申し訳ございません。いや、美味しいわ、かき揚げ。しばらく黙ってます。いろいろ混ざった味がね、ほんと美味しいですね。はい、どんどん混ぜて食べていきます。紅生姜もわかめも美味しいです。で、こう見るとね、やっぱりこの薬味そば豪華ですよね。すごい。特にね、かき揚げも桜エビのかき揚げにしたらもうやっぱり一味違ってきますね。はい、どんどん混ぜ混ぜにして食っていきます。何探してるんでしょうか。何やろ、何見てんねやろ。で、ナス、んで、そば。かき揚げのかけら。ほんで、わかめを次々ね、追いかけるように食べていきます。で、またわさびつけてそば食べます。最初の頃のね、ゆで太郎の動画見てたら、なんかすごい噛み切って落としてるんですよね、そばをね。まあ、やっぱり吸い切った方が絵的には綺麗ですね。まあ、ついついね、かき揚げを温存してしまう貧乏くさい私なんですけど、まあ、こうやって時々割って食べていきます。お店の人の声が響きます。わかめとかつお節の混ざったあたりを食べていきます。これも美味しいですね。で、そこにさらにちょっとわさびをつけて食べていきます。
お店の人の声よく響きますね。カイワレが埋まってました。これは貴重ですね。美味しい。飛ばしたカスも拾って食べます。もったいないですからね。もうかき揚げもね、だいぶ少なくなってきましたね。このごまと混ざったあたりのナスもね、また美味しいんですよね。もうこうなると混ぜ混ぜのぐちゃぐちゃです、まあ、これは楽しくていいですよね。でまたしばらく黙ってます。はい、ほとんどなくなってしまいました。もうこのごちゃごちゃになったやつがね、また美味しいですよね。最後にかき集めて食べていきます。この新川一丁目店はね、このお店の人の声は大きいんですけど、音楽かかってないから編集が楽ですね。音楽の大きい音でかかってるとこはね、音消したりなんかしてなかなか難しいですね。このぐらいだとね、お店にいるなっていう感じで臨場感も出やすいんで、やりやすいですね、ほんと。はい、最終コーナーです。三三駆動みたいにして食べていきます。綺麗に食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。ちょっと前にね、豚汁朝定食の特集やったんですけど、その時かつや朝からやってないって言ってしまったんですね。実は間違いで、早くやってる店舗もあるんです。なので秋葉原店に行って朝のとんかつ定食豚汁付き食べてきました。またちょっとね、作り直したいと思ってます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。